ゴーカーチャンネル。こういう風に流れている分にはですね、エンジンは静かですし、一番聞こえる音はもうロードノイズですね。ロードノイズは結構大きいかもしれません。やっぱり太いタイヤ、扁平率の低いタイヤということで、そういったところがあるようですね。でブレーキを踏みますと、今チャージと書いてありますが、バッテリー充電中、もともとあるエネルギーを普通でしたら摩擦熱で熱エネルギーに変えて車っていうのは止まるわけですけれども、この車の場合はそれを電気エネルギーに変換して、元にというかバッテリーに蓄えて電装品などに使うと、こういう、まあこれは別にもう最近こういう車増えましたから驚くところでもありませんが、そういう風になっています。中間加速からの立ち上がりもですね、非常に良くて、このやっぱ2リッター非常に余裕がありますね。このもう一つ小さいエンジンの前輪駆動では S ドライブの 18i というのがあって、それは3気筒の 1.5 リッターのターボがあるんですが、まあ、それでも多分それほど大きな問題はないのかなというふうに今乗っていると思いますね。ステアリングも随分軽くなりましたしね、女性の方でもそれほどこう重たくて大変というような感じではないと思います。でこのステアリングのフィーリング、実は X1 をご紹介した時に同じく豪華チャンネルをご覧いただいてた方は覚えてるかもしれませんが、この中央に戻るフィーリング、まあ、これまた走り始めたらやりたいと思いますけれども、かけると、いまいちその直進性がもう一つだなというふうな思いがあった時があったんですね。ディーゼルの X1 を紹介した時ですけれども、それがどうも良くなってますね、この車。その X1 も四輪駆動の車だったんですが、ちょっと微小打角を与えただけではなんかまっすぐ戻ってくれないようなフィーリングだったところがですね、この X2 はスパッとこう中央に戻ってくれるフィーリングになっているので、ひょっとしたらこの辺りは改善があったのかもしれませんね。スポーツモードにちょっとしてみましょうか。今度スポーツ表示っていうのがあります。でこうなると馬力とトルクの表示メーターに変わります。で割と今度またアクセルを強めに踏んでみたいと思います。まあ、十分今コンフォートモードで走っていても十分な感じだったんですが、まあ、スポーツモードにするときっとトランスミッションを引っ張る感じで割とエンジンの高回転を保つフィーリングになるかとは思います。この AT は8速の AT なんですが、この変速ショックのなさにはびっくりしますね。エンジンの音自体は特に変わったフィーリングはないんですけれども、まあでもその実際にその BMW らしいエンジンのいい音が聞こえてくるなというフィーリングがありますね。今2速に入れてちょっと引っ張ってみましょう。アクセル踏みます。今6000回転まで回していましたけれども、こういう回転フィールの気持ちよさはなかなかですね、こういうところはやっぱ BMW はこうたまに乗るといいなって思いますよね。でパドルシフトがこれもついてますので、このパドルシフトも質感はなかなか良くてですね、まあ、金属ではないと思うんですが、金属調の、この味になっているもんですから、これはこれでなかなかいいなというふうに思いますね。いやこのスポーツモードなかなか、この X2 のようなスポーティーな印象の車だとぴったりかもしれません。今度逆にエコプロで走ってみたいと思います。でエコプロにするとどうでしょうね。こう流れてる分にはそこまで不満点はないですね。
これはこれでいいのではないでしょうか。普通に街に乗ってる分にはこれでも大きな不満はないのではないかなというふうに思います。でこの、エコプロモードにしておきますと、アクセルを離しているときはセーリングって書いてありますね。車両は惰性で動きますって書いてあります。普通ですと、普通というかコンフォートやスポーツモードだと充電に入るんですが、この車の場合アクセルを離しますとセーリング惰性の状態になるというのも違いでございますね。普通に乗ってる分にはこれでも特に大きな不満はないかなというふうに思います。で先ほど中央に戻るフィーリングがというふうな話をしましたけれども、ここをカーブを抜けますとね、まっすぐになりますからちょっとやってみたいと思うんですが、少しこう微小な打角を与えてですね、もうこう戻るような感じ、前はもっとこう戻りが悪かったんですが、この車はそういったところがないのがいいなというふうに思います。